タルシス地域は火星の赤道の巨大な火山平原である。マリネリス峡谷の生誕にある。その名は聖書に記された世界の西の果てにある土地の名タルシ種シによる。タルシス地域とその周辺の標高図この地域は太陽系で最大規模の火山のいくつかがあるタルシス大地を含む。その中のオリンポス山は35から38億年。 前のノアキス期のうちの1億年間にマントルプルームの上昇によってできた。タルシス大地の巨大さは火星地質学に大きな影響を及ぼした。タルシス地域はタルシスの谷と呼ばれる環状の低地に囲まれている。そして火星の反対側にはタルシス大地より小さなアラビア大陸があるが、これはタルシスの重みの結果形成された可能性がある。 これらの特徴は、ノアキス気候期の火星の警谷の形成における主要な影響であった。タルシスのマグマから噴出した大量の二酸化炭素や水蒸気は火星が出順だった時代に重要な働きをしたと考えられる。ロジャー J. フィリップスの2001年の計算では火星表面が1500ヘクトパスカルの二酸化炭素の大気と平均120メートルの深さの液体の水で、 覆われたことを示している。オリンポース山タルシス大地の主要な火山を一家に示す。ありがとうございます。